青いトランクス、赤いボクシングローブ、ローマンチョコラティードゴンザレス。その戦績は14戦14勝 14KO。 1ラウンド KO も7度あります。左のジャブ、相手は2度の世界挑戦の経験があります。白いトランクスのエリベルトゲホン、左のジャブ、右のストレート。さあどんなボクシングを見せるのか。すっと距離を縮めた左、オリエの攻撃、顔面しっかりと捉えていきます。さあ顔面の連打、左左一本で試合を組み立てていきます。しっかりとしたパンチ打ちますね。はい、放送の解説は元世界チャンピオンのお二人、浜田剛さん、セレス小林さんです。ゲホンもいい左打つ選手ですけど、はい、どんどんすごいすごいぞ、ゴンザレス一発電光石火、ボディ一発、ゲホンは立てない、ゲホンが立てない、ダウンを一度もしたことがないゲホンが立てない、試合が終わった。なんとなんとここに新たな怪物誕生、その名はローマンチョコラティート・ゴンザレス。いいレバーブローですね今のは。いや左上軽く打っといてボディに返 す、ね、いい打ち方ですね。